収入面もあります。また出会いがないっていうのもあります。一人で過ごし時間が多い人がどうやっぱり出会っていくかっていうことを考えることがまあイノベーションなのかなと。十四日閣議決定した内閣府の男女共同参画白書によりますと、二十代女性のおよそ五割、男性のおよそ七割が配偶者や恋人がいないと答えています。またこれまでデートした人数について聞くと。 ゼロと答えた人が20代の独身男性ではおよそ4割に上ることが分かりました政府関係者は未婚や晩婚化、少子化に拍車をかけることにつながりかねないとして危機感をあらわにしています